雷怖かった。君のこと待ってたらいきなり雷が鳴って縮こまってた。よかった。もうちょっと遅くなると思って覚悟してたんだけど、走って戻ってきてくれたんだね。小さい頃から雷がすごく苦手で、雷のたんびにいつもこうやって君が私のことを安心させてくれてたよね。最近は家にいる時だったり寝てる時だったりしてたから、布団の中に縮こまって電話で慰めてくれたりしてたけど、ギュってされるのがやっぱり一番落ち着くな。もうちょっとギュってして。君の心臓の音聞かせて。安心する音。私の中で君がどんどん大きくなっていく。ありがとう。急に雨降るなんて聞いてないよ。嘘、天気予報で言ってた。そっか。暑くないよ。少ししっとりした肌が気持ちいい。本当だ。向こうがちょっと晴れてる。厄介な通り雨だったのかな。君のこと待ってる間みんな帰っちゃった。私のことは夫が待ってるんだろうってみんな気ぃ利かせちゃって。もう君のことみんな夫呼び。私のことはやっぱり嫁ね。夫とか旦那とかいろいろ呼んでるかも。どっちにしても夫婦なんだね。嬉しいけど。まだ落ち着いてないかも。嘘じゃないよ。また雷鳴るかもしれないでしょ。だからもうちょっとギュッてしてもらわないと。事前対策大事だから。勉強みたいに。力強いハグ、ありがとう。ぎゅう。そうだ。先生からは何だって、呼び出されたじゃん。ほう。なんだ。
ツブツね。そっか、今日は君が担当だったっけ。明日は私。はあ、やだな。当たり前でしょ。ちゃんと今日の私みたいに待ってて。うん。私も今日の君みたいに走って帰ってくるから。君のそばに。好きなんて言って安心した。好きで安心させようとしてくるなんて罪作りな男どんどん言って。そろそろやみそうかな。ほらあっち。うん。やっぱ通り雨だったね。ありがとう。低下して。心臓に。ほら、聞いて。私の鼓動。落ち着いてきたでしょ。これも全部君のおかげ。このまんまずーっと雷なんてたらどうやって帰ろうかって思ってた。うん。今日もお姉ちゃんに迎えに来てもらおうかなとも考えたんだけどさ、お姉ちゃん今日は忙しいって言ってたから。それにお姉ちゃんばかり頼ってもね。うん。それ明暗かも。ぎゅーって抱きしめながら帰ったりとか、それもあったかもね。帰りづらいかも。そうだよ。ギューってしながらどうやって帰るの？現実的ではないよね。私はいいけど。あ、さっきはもう泣く寸前だったけど、今はこんなに笑顔。うん。ありがとう。私のこと心配して来てくれて。ぎゅー。うん、帰れる。おっと。ちょっと足に力入んないかも、まだ。うん。ゆっくり帰ろう。今日も私の家寄る。なんで悩むの？うん、宿題か。一緒にやればいいじゃん。ね。帰ろう。私の家に。ねえ、帰ろうって。また雷鳴っちゃったら嫌だし。お願い？よし。嬉しいの。決してちょろいとか思ってたりしないよ。うん。あー、嘘でーす。聞かなかったことにしてくださーい。なんで？意地悪。ん？ごめん。私が悪かったです。一緒に私の家に帰ってくれませんか？よし、よろしい、もらいました。じゃあ、帰ろっか。腕掴んでいい？うん。腕をぎゅーってして帰ることにする。今日は。優しい。
ちょうどいいね。